こんにちは金子義人です、えー、それではですね、えー、前回前々回に引き続き麻生太郎研究です、ね、本日最終回をしていきたいなと思います、えー、今回、えー、パート3では満州人脈の闇と自民党歴代首相誕生の背景ということで満州人脈という観点からこの麻生太郎氏を見ていきたいなというふうに思っております 戦後の歴代首相のルーツ満州人脈とは何かということから見ていきたいと思います、えー、その戦前のですね日本ではですね中国においてアヘン政策というものをですね国策として行っていたということが分かっておりますこちらですね江口圭一氏が書いた日中アヘン戦争からですね、抜粋しているものなんですが1894年の日清戦争で勝利をした日本の内務省衛生局長の後藤新平が満州経営の 資金調達のためアヘンを国策として売買すべきと主張したそして日本は1914年から22年まで軍政下に置い,い,、えー、いた三島半島でアヘン専売制が敷かれています1915年以降関東州両島半島先端部の日本の租借地において日本は大連交際全道に アヘンの密輸入および販売に関する特許を与えるとそして1948年日本は関東庁の専売局を大連に設置しアヘンの輸入および販売の独占権を与えているそして1933年にアヘン法の施行により満州国はアヘン専売制を始めるということで。 こちらの日清戦争以降、ですね中国におけるアヘン密売ですね、アヘンの売買というものを国策として取り上げてきているという経緯があります。そして、このですね1939年以降は、昭和通商というですね商社を使って、このアヘンの売買というものを国がですね進めていくことになるわけなんですね。年に三井 えー、三菱それから大蔵財閥の出資で満州に設立をされたあ軍需国策会社これが昭和通商ということですね陸軍省の軍事課長の岩黒秀夫大佐の主導で作られていますで代表者は元陸軍砲兵大佐の織山屋氏ですで業務上の指導監督権や人事権は陸軍省が一手に握っていたと言われていますでこの そう昭和通商というですね、軍事国策企業は、表向きは民間の商社として活動をしていましたけれども、その実態は、駐在員が現地で情報収集など、情報を行ったり、アヘンの密売を取り仕切っていたということがわかっています。朝鮮や満州、それからモンゴル、満郷で生産されたアヘンを 中国市場に持ち込んで、里見はじめの経営する地下組織です、ね、を通じて換金をして、戦争遂行に必要な戦略物資の調達に当たるなど様々な活動を行っていたと。 ということなんですね。ですから、この表向き商社なんですけれども、実態は諜報機関であったりですね、それからアヘン密売組織であったということなんです。ただし知っていたのは幹部、トップ、トップの人間たちのみだったと言われています。そして、このキメラ、万死国の肖像、造法版の著者である、京大人文科学研究所のですね、山室新一教授によれば、 アヘンは満州国の財政を支えただけではなくて、機密費の主な資金源になった。そのため、満州や猛虎各地でケシを栽培させたほか、ペルシャなどから密輸した大量のアヘンを満州国に流し込んだというと、それが莫大な利益を生み、軍の防薬資金になったと言われているんですね。 ですからまあ戦争、満州国の経営、ですねこれにです、ね、もう莫大なお金を要した日本は、これはですねこのアヘンというまあ金のなる木ですね、これを秘密裏にですね売買することによって、莫大なその必要な資金というものを調達をしていったんだということなんですね。でこのの安倍晋三の 安倍さんのですね祖父である岸信介は、満州国総務省次長の時代に、この満州国のですね総務省のですね次長という非常に強い権限を持ったこの時期がありましたね。この時代に昭和通商の実質的なオーナーとなっており、里見はじめの経営する麻薬密売組織、交際全道を通じて、 アヘン売買に携わってですね、莫大な利益を上げて、中国大陸に、大陸における戦費に充当をしていたと。で戦後、里見はじめや小玉吉郎らによって、日本にこれらのお金がですね、持ち込まれてですね、持ち帰られて、自民党の もう結成資金になったりです、ね、ロビー活動のお金にあてがわれたり、ですね政治献金などに銃当されたというふうに言われています、俗に言うですね満州資金、M 資金などというですねことな名前でも知られています。でこれらの活動を通じて、ですね里見めや、後にともに永久戦犯となる盟友である、この児玉義男。 笹川良一らトのですね満州アヘン人脈というものが形成されていくと、ですから、岸、児玉、笹川はですねこれは盟友として、ですね戦後にも、ですねこの保守勢力として、右派勢力として、自民党のですね、まあ、形成する要の、まあ、勢力というふうになっていくことになりますね。で えー、ウィキペディアにはですね、満州人脈として、これらのですね、名前が列挙されています。一部抜粋をしました。え、里見はじめ、佐々川良一、小玉義夫ですね。えー、そして、岸信介、後の首相ですね。それから佐藤栄作も後の首相。それから吉田茂ですね。これは麻生太郎の祖父ということですね。えー、それから、星野直樹。それから、大平正義。これも後の首相ですね。大平正義は、 公安委員というです、ね、満州経営のためのです、ねえーまあ、行政機関がありましたけれども、おーこの公安委っというのが、アヘン密売のです、ね、を取り仕切る国の機関だったんですね。えー、これは表向きではです、ね、知られてませんでしたけれども、公安委員というのが中国におけるアヘン売買をです、ね、取り仕切っていた機関であったということなんですね。そこにです、ね、大平正義氏もお、まああ、主任してあの、着任していたということになりますね。 それから、えーまあ、日産コンテルンの創業者である、ですね、綾川綾川義介ですね。で日産コンテルンが、このお、まあ、日本にあったものを、ね、満州で,です、ねえー、その経営をするということですね満州に引っ越しをしてです、ね、満州を拠点にして、満州重工業開発というものを,を作っていたということなんですね。 でそれから麻生高吉の名前もここにありますね、麻生太郎の父親である麻生高吉の名前もここに書かれております。えーまあ、それから池田勇人、後の首相ですね。えー、などなど、ですねこの後の首相となる人物、しかも自民党の後の首相になる人物が、ですね、えー、ここにですね5人の名前が載っていると。 いうことになりますし、それから麻生太郎のですね、祖父と父が乗っているということになってくるんですね。ですから、この麻生太郎氏というのはですね、この満州人脈の恩恵というものをですね、非常に強く受けている人物であるということもわかるわけです。こちらをまとめるとですね、非常に複雑な相関図になるんですけれども、 えこちらのですねアヘン密売に関わっていたあのが岸信介、それから里見一、笹川良一、児玉よしよし、それから大平正義、こちらがまあアヘン人脈になっていますね、それから満州という広い意味では、ですねこの佐藤栄作、池田勇人、大平正義、それから吉田茂という人物、これらをまあ総じてまあ満州人脈としています。 で、この満州人脈からですね、この岸信介の孫である安倍晋三氏、それから吉田茂の孫である麻生太郎氏に、これらの資産が受け継がれていくことになります。でこの阿ン密売によって莫大な利益を上げていた、収益を上げていた、この、まあ この資金が戦後、ですね里見はじめと児玉義雄らによって持ち帰られて、それが自民党の決闘のですね資金になったり、とかですねそれから政治献金などにあてがわれていっているという関係があります。 そして笹川良一氏、これ、万州地下人脈、破片人脈の主要人物ですけれども、この笹川良一氏と、それから岸信介氏が、ですねこの勝共連合という統一教会傘下のですね対共産党の政治組織っていうものを作る上えで,で、日本で設立する上で、非常にこの支援をしていった人物ですね、笹川、うん。 岸ですね。この両名が絶大なる支援をして、この勝共連合というものを日本に作っていますで。それから日本へのですね、統一教会の進出にも、この岸信介氏、それから笹川洋一氏が支援をしているというような関係になっているわけですね。ここではこのような、まあ、統一教会の動きというのは深く触れませんけれども、 このようなですね満州人脈というのと自民党とのつながりというのはですね切っても切り離せない関係にあるということですし、それから戦後、自民党を非常に強力に支援してきたのが統一教会と商協連合であるということを統一教会と商共連合が自民党に対して非常にこの強力な支援をしていたということが言われていますよね。 ですから、このあたりはですね、切っても切り離せない強制関係にあるものですし、それから自民党のですね、この繁栄を築いた、礎になっていたのが、この戦時中にですね、中国、満州でですね、展開されていたこういったアヘン密売、アヘン売買によるものですね、それから満州国の経営に携わっていた満州人脈たちの人脈ですね。 これらによって支えられていたんだということがあるわけなんですね。これが自民党のですね、これはもうき、えー、忘れてはならないですね、えー、ルーツであると。歴史的な背景であるということですね。でまあ、例えばこの里見はじめにしてもですね、えー、満州においてですね、満州の電通を経営していた人物ですね。えー、その <laughs> 日本の電通がですね通信業と広告代理店業というものに一回その再編をされてですねそしてこの満州においてその日本の電通の人,人材をですね満州に引っ張ってきてこの満州においての電通を経営していたのがこの里見はじめなんですね。で戦後にこの満州の電通の人間たちが日本に帰っていってですね えー、この電通という企業を大きくしていったということで言うと、電通もですね実は満州人脈がルーツにある会社でもあるということなんですね、そしてこの電通が現在、五輪汚職のですね、えーまあ、中心的なところに位置しているということでですね。でまあ 権力を持っている会社なので、五輪汚職ではまだその叩かれていないんですけれども、いずれそこにその検察の手が及んでいくのではないかなというふうに言われているわけですよね。そして統一教会も現在ですね、非常にこの、まあ、メディアとかですね、世論から叩かれているということで弱体化をしてきているんですが、このようにえまあ非常にこの自民党のですね、 バックボーンであった、その、統一協会ですね、が今弱体化をしておりまして、そして、電通においてもですね、非常にこの、今、検察の手が及んでいるということで、この安倍晋三氏をですね、支えていたものがですね、今、ことごとくですね、引き剥がされようとしているような状況になってきているということが言えますね。 でこの満州人脈でこのつながっている自民党の歴代首相たちというものなんですけれども、これは笹川良一のです、ね、息子である洋平氏の別荘でですね、に招集をされた歴代の首相たちということですね。で今回触れてませんが、小泉純一郎氏の 父親であるですね、鮫島順也氏ですね、鮫島順也氏ですね、この鮫島順也氏っていうのが、まあ、鹿児島からですね、えー、東京、横浜に来て,てですね、そして小泉家に、えー、まあ、娘、小泉家の娘にですね、えー、と結婚することによって、小泉家にですね、えー、まあ、 向こう入りして小泉正を名乗るようになるんですが、この小泉純一郎氏の父親である鮫島純也氏っていうのはもともと騎士のブスケのですね、側近でありまして、満州時代にもですね、騎士のブスケについて行って、そこでですね、事務的な仕事で立ち回っていたのが鮫島純也氏なんですよ。ですから、そういう意味では鮫島純也も満州人脈だったと。小泉純一郎氏はその満州人脈の、うん 鮫島純也氏の息子だということで,で、すねそういう意味では満州人脈の系譜なんですね岸田文雄氏にも岸田首相にしても、ですねやはりその岸田さんのですねお父さんが岸信介のと非常に深い側近であって、岸田派のですね一派であったということで、実は岸田さんのお父さんは岸、え。ー 岸信介の一派だったということで、満州人脈の系列でもあってですね。満州時代は岸田さんのお父さんはですね、なんとデパートを経営していてですね、もう大富豪だったということも明らかになってきていましてですね、そういう意味では満州人脈の系譜でもあるのがこの岸田さんなんですよね。 はい。ということなので、まあ、このようにですね、現在のもうですね、自民党の歴代首相たちは、あ歴史を定だかのぼると満州人脈にぶち当たっていくということになります。ではですね、ここまで見てきた麻生太郎研究のまとめをしていきたいと思います、えー。こちらがですね、ロスチャイドと明治維新の相関図ということで紹介したものなんですけれども、おまあ、麻生太郎氏との関係というものに焦点をですね、絞って振り返りますと、 この麻生太郎氏のですね、祖父にあたる吉田賢三氏ですね、吉田茂の養父である吉田賢三氏ですね、この吉田賢三氏がですね、イギリスに2年間密航していた時代がありまして、そこで何らかのですね、ロスチャイルとのつながりというものがあったであろうということが増えここでこの動画で見てきました。で、その間を取り持ったのが、この長州ファイブの人物たちであったと。 で、この長州5っていうのが、まあ、長州が、この、の若者たちがですね、イギリスに留学をするわけですけれども、この長州5の密航を手引きしたのはですね、このトーマス・グラバーであったり、えー、ジャーディー・マスソン商会の横浜市店長だったウィリアム・ケズビックという人物なわけですね。そして、このトーマス・グラバーっていうのは、ジャーディー・マスソン商会が 長崎に派遣をしたですね人物なので、これ、ジャーニーマスソン商会の社員なんですよねで、ここで長崎代理店を設立をして、グラバー商会というふうな名前でやっていたとで、このグラバーが坂本龍馬に武器を融通をして、そして坂本龍馬が薩長にこの武器を売っていくと。 そしてこの薩長の対立していた関係というものを和解させて、同盟を結ばせて、そして徳川幕府に対する対抗勢力にまとめ上げていくということをやりました。 えー、ということなので、まあ、ここ、坂本龍馬がフリーメイソンだったっていうような話は有名ですけれども、おこれはまあですね、その審議は定かではないんですねで。トーマス・グラバーもフリーメイソンだった,だったという話がありますけれども、これもちょっと定か、審議が定かではないんですけれども、確実なのはですね、結局のところ、ロス・チャイルドグループの出資を受けている、このジャーディン・マスソン紹介の社員だったということは確かなので、 えー、ロス・チャイルドの代理店であった、エージェントであったということは、これはですね、えー、もう状況証拠化して、ですね、えーまあ、確実であろうと、まあ、そういう可能性高いであろうというふうに言われているわけですね。でこのケズウィックにしても、ですね、えー、ジャーディ・マッソン商会の幹部ということをですね、後の経営者になってきますけれども、この人物もロス・チャイルド家とのですね婚姻関係というのも。 作っていきますのでこの辺りはですね、もうロス・チャイルド・ファミリーになっているわけですねで。そのロス・チャイルド・ファミリーによって、えー、まあ,あ、いろいろと融通されていたというふうに言うんでしょうか、それからビジネスパートナーだったというんでしょうか、それとも動かされていたというんでしょうか、まあ、坂本龍馬という人物が、東、えー、本戦争しましてですね、この明治維新の立役者としてなっていくということになるわけなんですね。 で、この吉田健造氏は、この偶然にしてジャーディン・マセソン紹介に入ったわけではなくて、このイギリス滞在中に交流のあった長州ファイブですね。この長州ファイブがヒュー・マセソンというですね、マセソン家のですね、一人のによって、まあ、世話をされていたですね。ロンドンでですね、この長州ファイブを世話をしていたのがこのヒュー・マセソンというですね、マセソン一族なんですね。 ですから、ロスチャイルド参加の、ロスチャイルドファミリーのですね、ヒューマセソンが、このァイ5の面倒を見ていたわけですよ。で、ここの、このァイ5と吉田健造氏が交流があった、イギリスで交流があったと。そして、イギリスから帰った吉田健造氏が、このチャーディ・マセソン紹介、横浜支店に入社すると。そして支店長を3年ほど務めて、その後、独立をして、 貿易商として、もう、莫大なお金を稼ぐと。そしてそのお金を受け継いだのが吉田茂であったということなんですね。ですから、吉田茂という人物は、ロスチャイルド人脈というものを受け継いでいる人物であるということが言えます。まとめていくとですね、麻生グループの麻生セメントというですね会社がありますけれども、これを麻生セメントがですね、 一時期、2001年から20年まで、20年間ですね、フランスのロスチャイルド系のラファルジュというセメントの大手、フランスのセメントの大手と、一時期で資本、資本提携を結んで合弁をしていたと、した、たことですね。それから、麻生太郎の長寿である綾子さんが、フランスのロスチャイルドの文系であるデフォン家の男性ですね、フレデリック・デフォンという人物と結婚したということは、 これは偶然ではなくてですね、もともと吉田健三氏ですね、吉田茂の養父である、健三氏がですね、ロスチャイルドとのつながりがあったということですよね。ですから、この麻生家っていうのは、ロスチャイルド家とのつながりっていうのがですね、脈々と受け継がれているということですね。麻生家は、太郎の、秘祖の時代にロスチャイルドとの交流が始まって、太郎の娘によって、ロスチャイルド家との血縁関係を持つに至ったと考えるということですね。 で、吉田茂の養父健造は2年間の英国滞在から帰国後、ロスチャイルド参加のジャーディン・マッソン商会、横浜市店長となり、独立後、貿易省として成功財を成しています。そして、この健造の死後、息子の吉田茂は莫大な遺産ですね。吉田健造氏が残した莫大な遺産ですね。と、ロスチャイルド代理人であるケズウィック家のロスチャイル人脈というものを、まあ、よりどころとして、 えですね実権を拡大して戦後をですねまもなく首相に上り詰めたというようなことですね。吉田賢三氏の遺産を引き継いだということになりますね。それから吉田茂の孫の麻生太郎もまた祖父の吉田茂から強力な政界人脈とロスチャルド人脈をそしてこの麻生家からはファミリー事業と政治的な地盤を受け継ぎ事業とそれから政界の実績を 蓄積させていって首相となっていきます。で、安倍元首相の亡くなった後、現在は自民党の最大権力を握ったような形になってますね。ということで、麻生太郎氏というのは、この吉田茂氏の政界人脈、ロスチャルド系の人脈というものを受け継ぎ、麻生家のこのファミリー事業と、それから政治的な地盤というものを受け継いだという人物になってますね。整理しますと、このようになりまして、この吉田茂氏というのが、 まずですね、この大久保利通という明治維新の立役者の家系の血を引き継いでいる牧野信明ですね。この牧野信明と共にですね、戦前も活動を共にしているわけなんですね。そして戦争に突入しないような動きというものをこの二人で 行っていくわけですね。なんか軍部に対抗する形でですね、戦争に、えー、起こさないように、アメリカとの戦争を回避するような動きをしていったということで、軍部からもですね、非常にこのスパイ容疑をかけられるような対象でもあったわけですね。このようにですね、大久保利通の警符の人脈ですね、この牧野伸晃氏というですね政界の重鎮のですね政界人脈というものを吉田茂氏は受け継いでいます。それから え、養父の吉田健三という人物は、ロスチャイルドのこの系のですね、ロスチャイルド系のジャーディー・マセソン商会の横浜支店長を務め、その後貿易商として大成功を収めていて、その40歳で亡くなった時の遺産っていう、莫大な遺産ですね、が吉田茂によって引き継がれています。そして、 その実の父親は、この竹内綱ですね、えー、という実業家であり、政治家であるということで、えー、その政治家としてのですね高知,の高知県の政治家としてのです、ね、地盤を引き継いでいるということになるわけなんですよ。ですから、吉田茂という人物は、ですねもう首相になるべくしてなった人物でもありますね。えー、なので、ここには書かれていませんが、ロス・チャイルドのですね、まあ、人脈なども引き継いでいるのがこ、こ吉田茂ということで、強大なまあ支援を受けて、 首相になってますそしてこれらのですね、まあ、ものを、えー、吉田茂を経由してその人脈を引き継いでいるのが麻生太郎氏だということになるわけですね、孫の麻生太郎氏に引き継がれています。そして麻生家のこのファミリー事業をですね、えー、何千億というですね、まあ、グループ企業の売り上げを持ったこのファミリー企業の事業、そして、えー、地盤ですね。 政治的地盤というものを継承されています。そして、この麻生太郎氏のですね、妹である信子氏が三笠宮の智人親の王と婚姻関係にあるということで、皇室との関係性というものもあるということで、皇室親脈というものもです、ね、麻生太郎氏のところにあるということになりますね。 で、それから、ロスチャイルドとのつながりで言うと、娘のアヤコが、この、ロスチャイルド、パリ家のですね、文家であるデホン家の息子である、このフレデリックウッドと婚姻関係を結んでいるということで、ロスチャイルドとのですね、えーまあ、関係、えー、親族関係にもなっていると。それから、アソーセメントが一時期20年間ほど、ラファルジュというですね、フランスの ロスチャイルド傘下にあるフランスのセメント大手と合弁会社を担っていた資本提供を結んでいたということでロスチャイルドのビジネス的なパートナーであったということでですねえもう吉田茂よりもさらに強大なですねこの資産、人脈、地盤を引き継いでいるのがこの麻生太郎氏であるということが分かってくるわけなんですね。 はいということなので、ここまで麻生太郎研究ということでですね、この、まあ、ロスチャイルドであるとか、満州人脈であるとかですね、それから吉田茂とのですね関係というものから、麻生太郎氏のですね、えーまあ、本質というものを研究してまいりました。はい、えー、ということで、この麻生太郎研究はこれで終了となります。はいということで、えー、この動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。